はい。さあ、先ほどちょっと途中になってしまいました。A さんの地元、浅草で何が起こっているか。シフヤマシフコさん。東京浅草の老舗ストリップ劇場、浅草ロック座を経営する斎藤観光が、東京地裁から破産開始決定を受けていたことが22日分かりました。開始決定は15日で、負債総額はおよそ2億3800万円。劇場は現時点で営業を続けていますが、今後の運営経営 などは未定となっています。 浅草ロック座は1947年に開業してレビュー形式のストリップショーが人気を得ました。近くフランス座と共にしのぎを削って浅草で一時代を築きました。ショーの司会や幕開のコント、コメディアンの登竜門とされ、厚み清やビートたけしなど、たくさんの芸人さんが駆け出しの頃はコントをしていたんでしょう。つぼいさんや男性の皆さんの中には実際見られた方が見えるでしょうか。斉藤観光は最盛期には売り上げ、 10億円を計上していたと。うん、まあ本当にウハウハ状態。岡崎の銀営もなくなり、事態とともにこの世界も大変なんでしょうね。あれだけ、えー、テレビや週刊誌など露出が氾濫していたら、えー、老舗といえど仕方のないことかもわかりませんね。いわゆる裸というものが氾濫すると、これは前にもお話ししました。はい、ねえ、もう裸が珍しくてしょうがなかった。うん、僕らが平凡パンチ出るよと言って買った時になんかは、 あの中にペラッと一枚、ピンナップ一枚のこのヌード写真が、うわーっとありがたかった。今もう関東カラーとか真ん中とか <laughs> 終わりの方にいっぱいそんな女の人の裸の写真がありますけどもね。そういう時代かもわかりませんね。私のお気に入り、アピタピアゴサークル系サックスのスタイルワン。11時をお知らせします。 ま、その他、おっぱい枕さんからも、ーファビー、 ファビアン・フルチンコさんという方からもやはりそういうことでね、僕はお世話になってませんが、一時東京にいた坪井さんはお世話になってますが、ここは残念ながら行ったことはないんですけども、はい。岡崎の銀栄さんとかね、名古屋の銀栄さん、うん、それから、えー、岐阜の正子座さんとかね、はい、それもまあいろいろね、岡崎も名古屋も、はい。いろいろちょっと、まああの、岐阜の方は頑張っておられる。まあ、さっき言いましたように、ね、非常に昔は裸がまあ氾濫してなかったから、 はだかるためにはもうストリップ劇場行くと。これしか手がなかったんですけれども、ね、だんだんそれが氾濫してきた。それから、これね、一時まあ今もそうですけども、ね、人が呼べるというやり方もあるんです。それは AV の人とかなんかが、こう出たりすると。とはい。はい、うわーっと行ったりする。で、私資料を見ておりましたら、やっぱりここにもですね、現役のアダルトビデオ女優の踊り子さんとか、アダルトビデオの出身の女優さんなんかも、数多く在籍をしているらしいです。そういうことで人も呼べるということもあったんですけれども、それでもです。というのはね、これ、よしあしなんですよ。 こういう人は人が呼べました。僕はこう、わーっと人がたかってるの見て、誰が来るんやあ、桜木瑠唯が来てんのかというような、<laughs> そんなのもありましたです。で、それで人は呼べるんですけども、前からいる踊り子さんと、ストリップとしての見せ方、踊り技というのは、やっぱり落ちるんですね。<laughs> 桜木瑠唯ちゃんの裸さえ見てればいいという人は、わーっと行くでしょうけれども、はい、そう、でも、 もともとのストリップの方じゃないですから、はい、でその辺りのところの矛盾があって。 で、その人たちには呼べるけれどもって、数多くやれば、本来ストリップの文化としての。もう見せ方、脱ぎ方という、そういうものはちょっと薄れていくという。またここにも矛盾が生じてきて。坪井さん、どっちが好きなんですか。まあ、両方です。笑い声、かぶと、笑い声す。僕も両方好き。大事なことですね。バランスですね。かつてね、これ、あの、すすのにもあったらしい。 浅草ロックザ「スズキのマドンナ」というのもありましたけども2000年にこれは閉鎖になって名古屋もね鶴舞劇場とかね、はい、銀影とかありましたけどもなかなか苦しいんでしょうね,ねこういうところもねなるほどね時代の不推奨性で、はい、ということでございましたですねは,はい、はい、それではニュースをお願いいたしましょうでは11時の「中、うんうん